はい、白山神社ですね。おお。このプレートは何だろう。お、新築中ですね。なるほど。ずいぶん細かいですね。こちらね、白山信仰とその歴史です。まあ、霊峰白山というのは、まあ、最高峰の五千ヶ峰2702メートルを中心に、宝南寺峰2684メートル、剣ヶ峰2677メートル、別山2399メートルを主峰とする峰々の総称ですね。まあ2700社に上る白山神社の総本宮である、まあ白山姫神社、まあ御祭神白山姫の狼、菊里姫の御事です。まあ天照大神のおばとも言われてるんですね。まあ菊里姫なんで、くくるにもつながるんで、まあ和合の神、縁結びの神として崇敬を受けています。なるほど。まあ、ここに白山信仰開山の祖太長大師、まあ、この方がですね、まあ、白山の、まあ、白山統廃を決意したんですね。まあ、お告げがあったんですね。そして困難の末に、まあ、御前崎到達、養老元年717年、まあ、太長さん36歳の時、そして時を同じくしてっていうか、まあ縁の行者っていう方ね、いると思いますけど、これが縁の小津の、縁の小津野っていう方ですね。縁の行者ね。まあ、ライバル的な存在なんですけど、まあ、太長さん。そうですね。まあ、元照天皇のご病気の時の、まあ、病魔長伏の、まあ、貢献を、まあ、争ったわけなんですけど、まあ、縁の小津野さんを屈服せしめたっていうか、まあ、その、まあ、功績によって、まあ、親友禅師の業を許された、まあ、そのようなことが書いてありますね。あとね、ここにね、お持ちでください。まあ、権現の権は仮という意味で、仏が仮に神の形をとって現れたことを示す。そうですね。本地垂直説とは、仏菩薩を本寺とし、神を史上救済のため垂直し、仏菩薩が救済する史上の能力に合わせた形態をとってこの世に出現する説。日本では平安時代から各地の神社の本地仏が確定し、神仏集合が進められたが、明治政府が神道を国教とするため、神仏分離、廃仏毀釈が行われ、山頂や登山道に置かれていた数多くの仏像も、奇跡的に免れた八体を残して、この時期破棄された。まあ、銅像の11面観音菩薩立像、国の重要文化財は、など8体は、白山本地堂に安置されています。まあこんな感じでね、11面観音、まあ、白山妙理権現、小観音菩薩、まあ、菊
作り姫の神、阿弥陀如来、大恩寺権現、大名持の御事で、不動明王、これね、五王子権現ですね。不動明王は太郎王子、国蔵菩薩は次郎王子、地蔵菩薩三郎王子、文殊菩薩は毘沙門天、弥勒菩薩は五郎王子、なんか熊の十二所権現みたいな、そんな感じになってますよね。こちらが社殿内です。三狼、まあキクリ姫のことです。ここはね、高崎市三里町なんですけど、まあ高崎市の、まあ、白岩町白山神社ありますね。こういったキクリ姫、ああこれは干支ごとのあれですね。まあ寅年だからまた新たに貼られると思われますけど、なかなか可愛いですね。更新塔でしたね。記念名はあるかな。あ、ありますね。文化12年。こういった時ね、まあここにね、文化12年、1815年、まあ、気の問い、まあ、気の問い年、まあ、いどしの、まあ、3月ってありますね。まあ、ちょっと実感は省略されてますね。まあ昔からありますね。1815年の庚申塔です。